さ、大会の方、録画開始いたしました、本日1名増えました。9名。0回戦1つを消化してから1回戦順番やってきます。左側にいるライダー、ウィナーズにいるライダー、ルーザーズがありますので、勝って負けても帰らないでください。よろしくお願いいたします。さて、足はなさんとサイさん、はい、じゃあ行きましょう。 A 番台お久しぶりですね。やっぱ結構初期にイグザード初期とかね、レベレーターとか初期に見た人みんななんか最近ほんと仕事忙しそうで、あの万葉もなんか転職するとか言ってて、まあみんな頑張ってくれ、俺も頑張って宝くじ当てて早くドロップアウトしたい。さて、0回戦が一つあります。アシャナさんのメットマンとサイさんのサル、この後はトゥーリオさんのイナと FMB さんのボジョロギ、ノブさんのサルとメイマさんのレイヴン、アシャナさん、サイさん、カットホト、ナオキさんのワイゲン、タロウさんと PKC さんのジャムと続いていきます。よろしくお願いいたします。あー、もう低気圧でね、頭痛いわ、眠いわ、でも最悪なんですけどね、なんとか乗り切りたいところ。まあ比較的まだ涼しいからいいですけどね。さあ投げて、パチパイ、じゃあはい、走っていく。かなりね、しっかりやってるプレイヤーです、解散ですが、アシャナさんをやはり怒らせるにはしっかりしたプレイ以外にも荒らしたプレイを見せてきてるんですけど、完全にキャラ対策とはプレイヤー対策みたいになってますね。アシャナさん、 OK、 アシャナ A パス飛ばして、マイビータイプしっかりとタッチ P でスタンプ消しています。このスタンプ消さないとここからデジャブが発生します。ジャン K、 ジャン S、 タッチハイ、 B タスク、ジャン D、 タッチハイ、シャガハイ、 C タスクとくる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 っと決めていきます。当たったことないから分かんないけど宝くじジョジョで見たっつってまず疑われるところからスタートになる。さあガフレ、でも拾ったやつだしな。さあヒー、これはシンタスが当たらない、当たらない時にさ、ニュートラル時にもしくは前送りとかで反撃狙いに行くらいじゃない。さあがかなり勝ち抜けのソファーが前ハイサーの絡みに刺して、おお、よく裏回りリバーサル出したっていうことは副音力的なゴルカですかね。素晴らしい画面端サボッチ若手デッパングで上がりませんが、いいデジャブで逃げられない。勝ったのはアシャナさん、おめでとうございます。3位さんはここ1番とですね。じゃあ行きましょう、トゥーリアさんのイノと FAB さんのボショムキンです。なんかいつものつうか、まあ、野試合もすごいやってるし、大会もすごい当たってるしね、1週間に1回どっちがマウント取れるかみたいな対戦になってます。さて上半期ですが、先ほど思いました、これ上の方にあるよね、リンクねーし、え、出てるリンクまとめました、よかったら皆さん普段リツイートしてねって、すごい大会の時は言うんですけど、リツイートしてね。ハハハハ、触んねえじゃんと。クレビーさん、トゥリオさん、2人並んで、4回ですね、投げさんが7回と優勝してるんですけど、たくさん勝つと難しいな、投げさん3連覇ぐらいしてるんじゃないかな、確か。トモさんは何か知らないんですけど、九州勢なんですけど、2週連続優勝しててどうなってんだと思いましたね。さあ、大悟君、もう打って、あ、ちょっと見づらいね、これ、映っちゃうんだね、今、面ここ、ひどいね、出る場所は、前、この上だったのに、出てる、ありがとうございます、ちょっと消そうね、これ、見えないね、消してきました。投げて、ここゲージを出すとは逃げられる、あー、どうなるじゃん、スペースはバックセットの先、バイリアント、
ちょっと音がねモノラルになってるということですが、明日ちょっと配線を見直しますてもらいます。今日ちょっと間に合わない、申し訳ない。さあこれはカウントヒットのない連続ヒット、あそっと、これは状況は、さあ先ほど同じように投げを決めて目の前に着地、バックステバスター危なかったですね。いいノーマルヒット、フォローしに来ている、これは届くか、届かない、追いかける、デコピンはちょっと合わず、めんどくさい、投げに行きたいが悩んだ、動かしてジャンディホルキを使って逃げていくが、タイパ足元確定か、イーロキャンセルからマスター、プレッシャーがあります。ゼルさんもダークです。イエスこれ、あーやばい。ちょいやる気エースヒート、これ多分そのまま ASE だったら当たらない可能性があった。ちょいやる気がにくいですね。素晴らしい。シャディどっちかわかんない。さあ潜って。クーダー直が見せてホルトが離してロマンキャンス2S2 杯、マジか届かない、しかも画面上になんか目の前になんか刺さってるんだけどみたいな、一瞬ニュートラルで様子を観察、画面してボンボン見て2杯大国ロマンキャンスでゲージを使わせたということで故障の件が続いて、まだ大丈夫か、さあバックしてマスタージャンディ蹴り上げて画面端、ショナワガード、これはジャンディ避けたが立て刺さっています。勝ったのはジュリオさん、まあ間違いない、こうだな。一応人間で、もうちょっとルーザーズできますので、 FAB さんと、サイさん B 番台でお願いします。ではノブさん、メイマスさん A 番台です。刺さった後のカタ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 がいいですね。ピューティーギアエグザーレブ2、Who dares to enter the main Raven。 おレイマスさんがリツイートしてくれた、ありがとう。一回間違えて消しちゃうと書き直しちゃったんだね。さあレイマスさん、何かが起きるかもしれない。最後倒れてるのはメイマスさんってことはすごく多いので、今晩集中していきたい。なぜ燃えた、うぜえ。さあバック点を当て、なぜなんだ、何をしようとしたんだ。グランドワイパーガードして途中から当たる、センターから読まれて、ファーストたまるんで次のラウンドに期待しましょう。はーい、さあで、こちらはエフェリーさんとのリンクということで、超速いですね、足払い。メディアとかもこの足払い、上海めんどくさいですね。上海とかで変わりたいところも返されちゃうとかあるわけですね。さて、攻め。さあ、投げを決め。よいしょ、おー、高速度上げて。普通にこうやってここに逃げます。さあフェイント見せつつ、さあ地上戦無敵もありますからね、ダッシュの引きずり下ろして、さあ崩していきたい、飛んで
ダーストがヒット。これはバースト技術から早めに勝負を決められれば最終ラウンドかなり状況がいいんですが、ここは走り、それからバックを足払いさす。まだ残るが最後はなんだこれ、ジャンプハイか違うな、そうか、初段がヒットって感じですね。なるほど、うぜぇ、あーすいません、ダメだな、風魔剣食らうとマジイラッとするんですよね。まあ特にメガスさんのはすごい2回行ってしまったんで、まあ、ダメだな。じゃあ今のはマイクオフのつもりだったんですよね、私。ガンフレーさあ、バッケン当てるだけで終わってしまうのか。いやーこれいい状況、あー死んだ、だけど硬いからな。何か起きるか、起こせるか、じゃあはい、あー危ないと押し自殺。あ、メイマスさんじゃねえ、ノブさん勝ちです。メイマスさんは2番、消し積みになったら攻めてくたばれ、エメートの喧嘩をほど。さあ、続きまして、アッシャナさんと直樹さんいきましょう。メイマスさんはあれピッコロ使ってんの、ドラゴンボールは。ミスティックスルーした。いやなんかボルテックデインとかこのバッケンとか見るとドラゴンボール出たらいいよねとか本当に出ちゃったんですけど、マジでドラゴンボールかりモーションパクっちゃえとかないっすよね、さすがにないっすよね。さあ直樹さん、リアル交通事故になってしまったということで、いや本当無事でよかったです。バイクかなと思ったらねえ、生身に正面衝突する よく本当に無事でしたわ。無事じゃないけど普通にしてたんでしょうか。さあ上海から浮かせてダメなし、生きてるだけでポケモンでございます。いいハイスラー、あーしゃがみハイスラー止めてちょっとバストバスか、これはパイクへ手を出すとアザミ持って帰ってしまえ、オッケーからビータッス、さらに下段で埋めて、まず1本はアッシャナさんのベッドマン。メイマスさんこの後かな、ベベンさあタタミ止めて、さらにタタミ手にはいかない、さあ着地下段アザビを誘った形、ジャンハイピンニュース発射、しゃがみハイスラビーダースクで非常に状況がいい。おっとこれがアッケンのアザビか、ブリッツ取ってブリッツ返し、そしてチャンディーから出すと、よいショット、これは下ろし入れそうですね。さあもうベッドマンコンボがどうなっていくかわからん、これでも基本の方だと思うんですけどわかんないですね。アシャナさん勝利、直樹さんは3番、あまだだわ、思いました。直樹さんと FAB さん B 番台で試合お願いします。続いてラストは1回戦、太郎さんと TKC さん。さて、見ていきましょう。太郎さんと TKC さんですね。太郎さんがもうなんだろう、ポチャムキン使いだったってことを覚えてる人はもういないのかもしれないですね。結構長いよな、緑の目、そうですよね、懐かしすぎますよ。だってもう5年前はもう AC じゃなくて PR ですからね、やばすぎますよ。
でも2年経ってるんでしょ、レベル2やべえわ。あーやばい、緑の太郎さん見上がってしまった。うっ、マイハイ、いつ真剣が飛び出るのかワクワクしながら見つめますが、ここは真剣に刺して、よいしょ、マジかちょっと注意だ、見ると遅れてしまっただけで、その裏に押したよくあるさ、投げています。 Wi-Fi から投げ、結構な距離進みましたね。あいた、イエス、真剣、エス、はい、6つ目、超年間、2K、2K、細かく刻んで、真剣、真剣、ほい、ほい、そして、はい、ラルサワです。さあ、B 番台はちょっとお休みです。マイケル広いとかなんですかね、見えねえ、どうなってる、しっかりガード、はいはい、100歩、あぶね、ただの前で吹っ飛ばして、ダッシュハイ投げ合わからの OK、 あそこでちょっと暗示っぽさありますね、前にね、返すがなければ、いやー早い、うわーショットー、うまいピーか、それに対してニュートラルで決めからの足払い、早い、崩してにらみ当たらず、怖い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 、固めてガード、崩れません、怖いぞ、いいか、ワイハイが、あー自殺したやはり剣道は違いますね、本当にパラパラ収まったかなと思ったら空中で飛び立っていきました地上気をつけたら空中で行ってしまった戻したんですけどね、ちょっと安心したところに飛んできました。空中剣道やはり使いこなすの難しい、しかしマスター4で龍神撃に落として、ガード2ピン、さあ奥攻めスタート、初玉ガード速さちょっと速い、近いが、あっ、これは乗っている、ジャハイはいかないが、しっかりと正面の出して、真剣貯めてなかったことにして確定、よいしょ、はい、やめさ前傾から早草、早草、チャーハン危ない、正面間、うわー、ボールが追いかける当たってるぞこれ、うわー、最後は早草やばいっすね、完全になんかドラゴンボールの追跡エネルギー弾みたいになってましたね、今ね、すごい、バローさんが勝利、 PKC さんはメイマスさんと B バンダイでお願いしますタンバイバイ自分で投げて乗っていくやつ球が速いですね。さあ、トゥーリオさんとノブさんいきましょう。これはプリウスって、これはプリウスじゃねえよ、やめろっつってもうプリウス最後関係ねえじゃん、球だし。ギルティギアエグザーレブ2 Who dares to enter the mainちなみにルーザーズはですね、この後 FAB さんと B バンダイメイマスさん TKC さん勝った方を試合してもらう感じになります。時間的にはどうかな、 A バンダイでやってもいいけど、 A バンダイやってもいいかな、まあ、ちょっとその辺はやりつつ、さあ、ノブさんのソルとトゥーリオさんのイノです。マイコブ結構上方向モーションちょっと変な感じになったんですけど、上方向にちょっと熱くなったんで、ああいった飛びに引っかかるのがいい。おお巻き込んだ、イエス、ケミカル戻ってきてチップのような奥攻め、よいしょ投げ、さあホークスがね交流戦優勝おめでとうと
あんま最近プレイヤーのコメントとか見ないように、見ないようにじゃない、あんま見てないんで、ちゃんと拾わないんだな。面白かったら、やべえコメントはもう見ないふりするんですけど。じゃあ、はい、これがめんどくさい。後ろで、どうなってるって、ほぼ当たるかな。マイピー、これを落としていく。です。さらに刻んで音符グリッツを見せて空中ダッシュ BS、 はいはいと、さあガンダッシュ通してこれ飛びます。おお、よく打った。うーだ、画面足食らったら死んでしまう。あーっと前ジャンプを後ろから空中投げ、素晴らしいですね今のね。おお、元気いっぱい。さあ、2K からパスを。初代はもうなんかいろいろぶっ飛んでてすごいですね。よいしょ。さあ、タッチ K でこちらは対策か返しています。ヒロ、ES ロマンから 75% 使ってこの画面端に行ければというところですが、ちょっとリバーサルを待ったか。足は決まった。ジャンディ、ジャンディ、ジャンディ KB ハイト。さあ、ピコンに立ったのは PKC さん。はーい、ちょっと待ってください。ルーザーが進みすぎちゃってるんで少しお待ちください。さあ、ジャンディスカッシュ投げからのガンフェ、マイピー、さらにファフ、ガンダッシュ、ガンフレータッチ系返してくれ。勝ったのはノブさんのソル。はーい、トゥールさんは、5番のルーザーズです。ありまーす。ね、じゃあね、どうしようかな。まあ、ここまで1台でやって、次トゥーリオさんと A 番台負けた方をやって、 A 番台でルーザーズの1回戦組の勝ち抜きを決めましょうか。じゃあ足原さんと太郎さんいきましょう。なんでちょっと A 番台でちょっと2回戦をやろうかなと思ったら早かった。まあ時間もちょっと余裕あるんで。なんでこの後は A 番台で FME さんと TKC さんとで、 B 番台はトゥーリオさんとこの試合負けてしまった方となります。よろしくお願いいたします。さあ、ガンフレフェイント、さあ攻撃判定あったな、あった時ありました。何だったんだろうねあれ。今の仕様だったらめちゃくちゃいらないよね多分。あれどうなんだろう、いるのかな、わかんねえ。さあ、太郎さんと足野さん、うわー、神経取ってきた。おーっと、これは当たらない。ギャーダスト、これバスト、よいしょ。あー、怖い怖い。あー、中段最強、こっちから、あー、最強。あー、手のひら、手のひら。さあ、ここはとりあえず落とし、もう一回タックル。いや、その前死ぬか、これ。いや、まだ生きてる。で、タンクラブガード、2K やそろいまで。さあ、完璧。さあ、ハイヤム、さあ、スクランダッシュ。さあ、振ってこいよと、2敗ですら、かなり攻撃判定の強力な特待級ですね。しゃべりながら出せるのが便利。やばいんだけど。スワーン、めちゃくちゃ力強い。あー、しかしエス、ジャンケー、ジャンエス。さあ、支配から落として、わかんない、どれが本物のベッドなのかわからん。消えているか、投げて、おすすめ、さあ、と、ちょっと待って、暴れつぶしを見せつつ、ここは足場がすでに出ていた。ここはうまく追い返しました。ハヤブさん、エニス、ハヤブさん、さらにハヤブさん、エニス、前傾に入、ハヤブさん、溜めて、有利取って真剣。ベッドの騎士音かなと思ったら、足原さんの説教だった。やばい、危ねえ、あー、危ねえ、助かった。
サイドバックから奥攻め、前フィーはさあ総かまし次出すか、シュゲか今そう打たせてジャンプ D、 2P は出てきましたが潰しています。勝ったのは足野さん。じゃあルーザーズを一気に進めます。 A 番台で FAB さん、 TKC さんで、 C、 ごめんなさい、 B 番台トゥーリオさんと太郎さんお願いします。意味のない確率だよね。結局は死ぬか生きるかの2分の1なんだから、この戦いはそれと同期だから。でこの後はノブさんと足花さん、トゥーリオさん、太郎さんの勝った方と FMB さん、TKC さん勝った方と続きます。でここルーザーズを一気にポンと終わらせて、あとは A 番台です。やばいっすね、なんかゴンちゃんやばいよ。ちょっとツイッター開いたら FMB さん映ってたんだけどゴールデン、さすがに笑ってしまった。懐かしい。さあジャンディ1枚直から投げて、上海からの橋背負わせて、ナイスロン続く。中央で展開が早い。さあ力強い裏剣、さあ試合のセンター、ちょっと待つ。さあ後ろに着地、龍神剣道激励から、これどうだ、あー怖い。あ、しかし問題なし。あーっ、ターシャイト、さすがずっと前剣待つ、確かに止めた、これはよろしい。足払いまであと一発当てればというところですが、もうあーっと爆捨てます。さあゲージを使うぜ、グロッと来ますと龍神が、あーこれ龍神は出ている。 S 範囲耐えて、ここはデッドアングル潰しています。出ましたね。さあ歩き投げはジャンプハイスラー潰しています。こっちからジャンプはここは誘っています。ケツがいや怖い。スリオさんの可愛い悲鳴がちょっと聞こえてきましたが、うんこさんの方ね、バイバイ。マイケー見えす、マイケーマイケートリッシューだ、これピオにはないが状況がよろしくない。さあ攻撃黄色から飛ばした、勝ったのは FAB さんとなっております。ヒャって可愛いトゥリオさんの悲鳴が聞こえてきちゃって、ちょっと攻撃の手緩めちゃいました。ちょっと乙女っぽかったですよね。FAB さんが勝ち、トゥーリオさん勝ちと、この後 A 番台やりますが少々お待ちください。まずノブさんとアシャナさんやります。でこれ勝った方が決勝進出、負けてしまった方は敗者復活決定戦に、移動となります。勝ちトーナメント、あーごめんなさい、決勝勝ったら優勝決定戦。やだやだ、うわー最強。あー怖い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 、一発引っ掛けることに命をかける。燃えてる、これは1段目じゃなくてよかった。サフいけからのエイドスク、ブーメラン戻ってきます。あー美味しい、足前でちょっとねバーストを意識します。皆さん、人のバーストにはかなり厳しい。あ、お疲れ様です。いや、FAB さん、次ルーザーズのあれっす、
っとクリスさん負けましたって最初に聞いてくるのやばいですよ。テレサとロイさんぐらいですね。いやまあ大会どうなってますかじゃなくて FMB さんが勝った負けたって聞いてくるのはその2人がやっぱやばいですね。さあダイヤンド序盤かなり良かったもののやはりなんかめんどくさそうですね。明日のさんも画面端からもう終わりかなみたいなところありますからね。さあジャンエスはヒットストップ仕込んでジャンディジャンディジャンエスが当たった場合はファフニールが出ないってやつですね、まあ、こういう仕込み系はスト4とかですごく一般的になったんじゃないかなと思います。スト4とかで MP ヨシキとかそういう感じだったんで分からん。なんでだなこれは分かんねえなマジ。ガードしたポイントを見て意識してみたいんですけども、おーすげえ感性よついてますね。ピョンピョンとすげえ。マリオメーカーちょっと難しいステージみたいな。もう誘っていくジャンエスアピあと一発ビーバスク削り切り。えやってない。そんなうまいなと思ったんですけど。さあというわけでノブさんはルーザーズの配布からです。ではルーザーズ続けていきましょう。トゥーリオさん FAB さん勝った方がノブさんとです。よろしくお願いいたします。バックヤードから生還しただけはない。多少は僕の能力に勘が働いているようだね。オーバーギルティギアエグザー Who dares to enter the main ジョンジョン試合が終わったら B バンダイ直します。お、いいですね。優勝って感じがしますよ。せっかくなんで応援していきましょう。さあ行きましょう。 FAB パソコン筋体トリオイド。あーこれはヒートなんでまあそこまで。ただゲージ状況がすごくまずいですね。こちらシームス足払い対空時間伸ばして足払い。怖っ死んじゃう。マジか死んだ。ロマンで2敗あマイクでそのままいきました。あーやはり2敗かっこいい。このアングルが好きすぎる。今日は出てないですからノジライでやるしかないですからね。さあ中央さあこれはジャンディホルケンを使ってこちらも伸ばします。タイミングある程度このタイミングで来るだろうっていう入力がねやっぱガードみんなしてくると思ったファジー的なそういうところ伸ばして潰していくいやらしいですね。ボックスだこれめぐりポチョウゲン背が高いめぐさい対策表現この拾いがおしゃれ。ああテラン…あ、テレスターワンパターンで命使いじゃないですからね。まあ、これやはり難しそうだが死んだか。まあ、ここで使ったらやばいっすね。相当やばいっす。どんだけラウンド取られたくない負けず嫌いだってありますか。楽しみ。これは半分に対して割り切って暴れていきます。おこれは枠で捉えたかなり美味しいいけそうな雰囲気あるんですけど現象溜まっているのでここで投げとかもらわなければ全然。何これ、セーソルじゃんこれ。もうあーやばい悲しい。やばいやばいやばい。どうなってんだこれ。うわ枠捨てがこれは投げラッキー。いやはめはめ違うって。おい違くない違くないけどはめてる。これ置かれるやつ。うわ違う違うって言いながら叩き水が全部ヒットしましたけど。あれ一体何を狙っていたんですか。上がって降りるってやろうと思ったら2回漏れたんですね。2回とも全部、ね、出てしまったんですが全部当たってたっていうこと。相手は信頼してたと思うんですけど当たってしまったということで、まあ、違う違うって言いながら当ててる様子マジヤバかったっす。そう違うんだ俺はお前を殴りたくないんだみたいな。すげえヤバいやつサイコパスみたいでした。さあそれではルーザーズ敗者復活決定戦ノブさんのソルトトリオソルトちょっといや面白すぎたな。
違う違うって言いながら入って投げてるのさすがに面白すぎる敵です、俺はやりたくないってあーちょっとやめよ、ちょっと頑張って笑いをこらえたもののダメだ、じわじわ見える。そうですね、食事予定通りの時間に。まあけどだいぶ30分早くして、今まで9時半に終わったのは9時半に終わるようになったんで、よかったですね、本当に。俺もちょっとしんどいんですよね、遅いと。みんなが来るまでやっぱ2時間ぐらいぼーっとして待ってるんで、やばいっす。さて、こちらはハイス。ミナーズではノブさんに軍配がありましたが、そうだよな。下段から、空中ダッシュ、待て、待て。落として、四隅。これ、あ、ボールか。ブリッツがどうなっているか確認できるんですね。マーガイサーが飛びに引っかかっていたディレイがかなり弱かったなといった印象なんですが、あと一発でこの前 P のウェイズ空中ダッシュ、これが便利。あ、やばい、ここでバストをつかないとちょっと本当に危ない。あ、上辺を去って画面足、ゲージもあるんで非常に厳しい。空中からの攻撃はバックステップ、ボールか、ジャンディジャンディ、これは残りそう、ちょっと難しそうだ。あー、打つしかない。強気の勝利を打っていったんですが、ここは抑えました。序盤のリードが生きています。大難度、ちょっとマジで危なかったですけど、思った以上に多分減らなかったとか、なんか、何それ、そんなことはできないですね。消毒耐久 2S で空中足を見てるって感じでしょう。しゃがみ耐久しつつ消毒を打ったって感じなんでしょうかね。サプリッツ、これちょっと早めに離さないと当たんないですね。さあ、ロケス耐久、こちら縦、これはいい、広い、痛い痛い痛い、なんかエーパーみたいに言うやつね。昔の格ゲーだったらもうあれで終わりかなって感じですよね。結果のジャンプで勝ったな、トゥーリオさんとなっております。決勝進出。なんかあの井戸のコンボのレイっぽいよね、もう北斗のすごい、なんかずっと空中でブーンブーンみたいな感じです。さあ、というわけで決勝戦2試合選手となっております。アシナさんのベッドマンとトゥーリオさんの井戸。アシナさんがね、まだね、目標大会優勝してないのがマジで意外だった。去年は第1号とかだったはずなんですよね。さあ、こちらの試合は勝ちトーナメントルーザーズ関係なく西試合選手です。さあ見ていきましょう。リボン対その間に設定されてましたが、じゃあお楽しみください。で、トゥーリオさんがこちら勝つと、5回目で単独で2位になるのかな。下げた、崩していきます。サウンハイはジャンピング、これ投げもね、一緒に、あーっとバウンド、イエスケミクル中断で崩します。空中ダッシュ、ちょっとでかいな、これ表裏どっちか分かんないやつ。裏でしたが、すぐさまジャンピングの展開が早すぎる。空中ガードしようものならなんか消毒も飛んできそうな雰囲気もあります。上から、しかしこのカウンターヒット、ゲージを使っているだけでは危なかったですが、マイピーしっかりと高さを判断、チャンスピーから進化スク、もう一回落としてバーストも潰していく。待て、どうした、浮いていたため分からない。ゲージがある、崩せば終わるか、戻ってくる、かっこいい、超イケメンなんだけど。シーダスク、ペットマンの連携で初めてすげえかっこいいと思いました。
わかんないがやっぱ先行しちゃうんですけどね。今のはすごくいい読みでした。へえ、何これお前1回のジャンプで何回殴ってんだよみたいな感じなんですか。上り中にと、これはゲージがなかった。遠距離操作をしていきます。明日のウェットマンがまずは一勝。我々は君の正体を把握しき、オーバー、ギルティギア、Who dares to enter the main Bed Bed Arena。 さあまず優勝へリーチ、明日の朝のウェットマン。さあもうね、結果往来、勝負がさすとおり、FIB さんとの試合では、タッチキミックから連続ヒットしてましたが、決勝戦第2試合、画面端もなんか先ほどの、ね、連携、よく分かんなかったですから、なるべくやっぱ端では崩れたくないんですが、勝ち目を上げて、そうそう、これはどうなる、踏んでいく、キミックから、ちょびよすみ、ジャンピングを刺していく、さあ、これは拾えている、ジャンピングからミートスク、デンジャータイムなんかやっぱ出るな、ブリッツ。デンジャー S ハイからの上海音符、着地の下段、すげえ状況がいいんで S ハイさらに落として音符、ジャンピングしてデッドアングル、中下来る前に飛び道具部分にデッドアングルしてしまうといったところ。さあ勝負の対決、さあそしてフォローでとりあえず打っていくのが黄色、お互いに引きます。ミスではデッドマン側にそれがありますが、さてさてさて、ジャンプ、はい、これは甘い、確認からちょっと溜めて崩しています。空直はちょっとできなかった、ケミカルが刺さります。まあこれはよく見てましたね。あ、そうそうそう、押しがいてケミカル、バックテイ、ポンプ、スタンプ、ベシクズ、ナメナシ、S、ハイ、表現、ハイスラー、さらに画面足ダンで崩します。ついやしかしポンポミス、ケミカルからの再びミスの継続、どっちだ、わかんねえ、裏にいる、お互い攻めたらもうそのままって展開してきますね。立ち合い、あと足場に対して使ってジャンケー、うまいんだー、ガピは届かない。あ、これどうする、逃げて縦ケミタイク、うまく挟みたい、おいしい、これは決めさせたい。あー、これ出なんか出なかったらしい、ジャケットしかし当たっている、空投げ、中下どっち、あー途中のブリッツ、ジャンディー取って着地に下段を遅らしてみましたが刺さっています。11、あなたは寝たままでいい、西井選手、私が終わる、見ていて面白いですね。さあというわけで、7月4日、高田馬場ミカドのギルティギアゲザーダリオツ、木曜シングル大会の決勝戦、優勝決定戦の1-1で迎えました。次この試合に勝ちますと優勝となります。今年初優勝がかかっているのはアッシャナスさん、5回目で優勝回数5回で単独2位に躍り出るかという予想というところですね。まあ、ランバトっぽく数えるとこんなことも言えるんで尺が稼げると素晴らしいですね。うっちゃ即発射していきますが後ろから投げてください。いきそうな感じがします。そのままさあしかし始まりヘイドスク挟まれるのめんどくさい。さあチクシゲラン、画面端マジでヤバいですからね今日見た感じ。新しい連携イエス立ち合い、パチケそのままアブリトシュ前ハイつないでイエス立ち合い、リーデジャブ中段、これはバーストたまるがここは読みつつ遅らせジャンピーからのリーデジャブ、ジャンハイこれはワープ刺したくない、ケミカルが刺さってここでバーストを使っていきます。我慢ずらしていくよっています、ジャンケンずらしていく。さあ分からなくなってきたゲージはあるが、まあ、
この間はこの覚醒になりました。とりあえず打っておきます。あーと当たってしまった。サンハイ黄色で距離を伸ばし、再びバーストがフリッツ。あー危ねー、助かっている。ポンプが来ている。 TP 押していた。ここは手を上げた。ウリアイの最後までしっかりと諦めずにボタンを連打しました。足原さんもウェットマンが勝利となりまして、本日7月の4日、木曜シングル大会優勝は足原さんのウェットマンとなります。おめでとうございます。で、足原さんはこれで、今年初優勝となります。マジで意外だった。おめでとうございます。まあ、そんなわけでね、普段はあんまりそのシングル大会とか、結果まとめたりしないんですけど、まとめろよって話は動画上がってるからいいだろうぐらいの感じだったんですけども、まあ、ちょっとね、味方に変わるリーグ戦やりたいなーっていうのはちょっと前々から思っていたんで、まあ、せっかくなんでね、優勝者、準優勝者集めて、1日使って、まあ、ちょっと味方に変わるリーグ戦イベントをやりたいなと思ってます。まあ、1日で終わる感じでね、まあ、プレイヤーはそれだけかなり疲れてしまうとは思うんですけども、どっかでやりたいかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まあそんなんでね、こんな感じで木曜で優勝するとこういったイベントが続くよってなれば、木曜大会ちょっと出てみようかなって人も増えるかもしれないな、ね、ちょっといろいろと工夫していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで本日の大会はこれにて終了となります。お疲れ様でした。で、今週はちょっとね、天気すげえ悪いみたいなんですけど、土曜は初中継所大会の後にですね、円さんと和樹さんの七崎直さんと TY さんの七崎、そして3on3と、まあ、かなりイベントね、たくさん控えておりますので、まあ配信も大会も参加もどちらもできたらね、よろしくお願いいたします。というわけでお疲れ様でした。はーい。